の印象、トイレに行った時にティッシュを持ってなくて、そこティッシュがなかったんですよ。それでその時にですね、あるおばちゃんに、タイのおばちゃんにティッシュプリーズって言ったんですよ。まあそこもちょっと恥ずかしかったけど勇気を持って、もうどうしようもなかったから言ったら、そしたら買ってくれたんですよ、ティッシュを。優しい、そうすごい優しい人だなと思って、タイの人優しいなと思いました。いきなりなんですけど、イメージカラーはタイのなんか茶色って感じがするんですよ。でもやっぱり人が優しいっていうのは、うん、心から感じます。なんか手振ったら振り返してくれるし、みんな優しい、今笑顔で答えてくれるな、そういうのは思います。すごい蒸し暑いところだなっていうのを思ったんですけど、でももうすっかり慣れてきて、本当にみんな言ってるようにタイの人が温かいっていうのが第一になるから、全然違うたびにすごくニコって笑いかけてくれて、すごい手を振ってくれたりするから、思いっきり全然英語じゃないのに英語で話しかけてるけどな。そうやな。でもなんかタイ語とかちょっとありがとうとかいうの教えてもらって使ってて、すごいこの現地の人たちと仲良くなれたなっていうのがあります。実際来てみたらすごい空も綺麗で、やっぱタイの人もみんな優しくて、海も綺麗で、なんかすごい風も気持ちよくていいとこだなって思った。食べ物もちょっと辛いけど、まあ美味しい。犬が多いなと思いました。野良犬、犬多すぎ。車乗ってて見るやん、したらもう犬だらけ。すごい犬って印象があります。でも車乗ってたらな、外見たらすぐ乗って振ってくれて、めっちゃいい人、楽しかったよな。でも、すごい楽しかったです。あや、緊張する。あやはなんだろう、しっかりしてると思う。そんなことないよな。でもさ、君はだらしないとこもある。違うね、優しいと思うね。優しいと思うけど、しっかりはしてないやろ。あっち3人よりしっかりしてないと思う。マジでよ。本当に、それはないって絶対ないですよ。あるよな、ちょっと頼むやんな。なんかちょっと抜けてるとこがある。抜けてるよな。対応できるけど、その他もろもろアウトやんな。何よ、どんな空気読まれへんやんな。ああ、わかるかも。わかる。いつも言ってる、みんな言ってる。あ、ほんと空気一番嫌やん、空気読まれへん人。でも頭いいことはめっちゃいいと思う。いや、それは偉いと思う。うちとか。そんなんじゃなくて嫌や、そんなん嫌や。空気読めてないや。時々ね。そうや、絶対嘘や。じゃあ呼んでいこう、これから。待って徐々にクリアしていこうぜ。なんで、どういうとこが、もういっぱいあるよね。それはもうあと言ってあげるから。そんなん嫌や。へこんでるやん、なんか褒めたって。あ、歌うまいね。あ、スタイルいい。スタイルいい。一番良くない、スタイル。自慢でしょってね。あ、性格やろ、大雑把やね。あ、大型。来た、そういう子。典型的に大型って感じ。わかる。そうかもしれない。大雑把は大雑把。めんどくさがり屋やな。食べるの好きやんな。めっちゃ食べるよね。食べる。何じゃん、朝とっと食べるとに。お寿司です。もうこれはもう決定的。何食べないって、毎日聞いても毎日お寿司っていう。毎日食べても飽きないんですよ。それぐらい好きなの。毎日お寿司。なんかいつもメンバーにあやに聞かんもんな。お寿司っていうの分かってるから。いいんですか。あやが決めていいんですか。お寿司食べれる日は超ハッピー。もう超ハッピー。ちょっと待って、言っていい。みよりこそ空気読めてなくない。あ、まあ、やんな。それは正直そうやと思う。それはある。それはあると思う。あ、じゃあ、人だってもうな、論外やもん。な、論外やんな。論外。本来とか言われたらもう死ないだよ。でも、そういうみよりが可愛いやんな。あ、みよりが可愛いよ。マジ可愛いって、ほんまや。ほんまや、妹みたいもん。で、他のメンバーに対してちゃうもんな。みーちゃん、みーちゃんって。天然だね。ほんまに天然やん。変わったこと言うよね。発想の意味がわからん。何考えてるかわからんもん。でもあれも天然じゃない最近。だから今その話前したやろ。その前にちょっと前にしたやろ。あ、あのなんか歯が痛くて今日より歯が痛いんですけどとかって、ここに歯磨きを置いたら治りますかって。ずっと歯磨き粉を塗って寝たら
治りますか？まず歯磨き粉と歯磨き間違ってるやん、まず。歯磨き塗ったら治りますかみたいな。治んないよ。あと流されやすい。あー、完成する。みんなに完成する。みんなに完成する。完成すんね。誰かが正規したら正規するね。違う、ほんとほんと、それはほんと。これはほんと。メンタルそうやんってな。ほんとほんと。賢いね。みんな勉強できんね、これまた。勉強はできるけど、なんか抜け取れちゃうね。一緒じゃないと、うん、ちょこちょこ見るって似てる、似てないよな、似てないまだ可愛げあるけど子供も年上って感じする、うんうん、下って感じ下って感じ見よりよりしたいもんなからかうもん、うん、そめっちゃからかわれるんですよ。マイマイマイはハイテンション、うん、スワングだよ、もう常に。でも喜怒哀楽激しいよね、結構。何喜怒哀楽って。喜ぶ、うん、楽しそうな時はめっちゃ楽しそうやんな、うん、でも眠たい時はほんまに眠そうやんな、うん、なんかもう無理やんな、その場に対しての合わせられへんやんな、うん、もう自分に合わせるしかないわがままやもんな。なんか注意してくれるときそう、うちみおり結構注意してくれる。みおり話を聞かんばよとか。お前聞かんよ。めっちゃ考えなって。いや、まず自分のとき言って。じゃあみおりより聞いてって。変わってるよな。え、変わってるよな。なんでなんかめっちゃアホやけど、なんか部屋とか綺麗にするのとか好き。大好き。お掃除の番長だってね、毎日トランク鍵閉めるんだもん、大きいやつ閉めるね。あれね、こうやって変人絶対絶対変じゃない。変やもん。肌は変やけど、眉も変やって感じ。寝起きが悪い。あ、寝起きが悪い。もう誰、うち寝起きは怒る。なんか起こしてねとか言って寝るくせに、起こしたらめっちゃさっさそうそうそう。いつもこの3人部屋、ね、もう朝はもう3人結構朝もう悪いっさ、悪くて私どうしたらいいか分かんなくて、で間に挟まれとる感じ。いつも怒られんやろ。あとさ、前さ、なんかナタデココ食べさせないと起きなかったの、いつも。ルナ、ルナ、ルナ、違う、全然起きなくて。違う、ナタデ、しょうがなくね、ナタデココをこう入れたら。しょうがないよ、しかも別やん。単純なやつやだけどさ、うちさ、一番最初は寝るやろ、いつも。で、秋とかさ、うちのさ、耳とかにお茶ばったかと思うのこれやったらいいやん。チキンラーメンとかやんな。そう、チキンラーメン顔面に投げる。そうそう、マジありえと。お風呂、あ、なんかいきなりマーマーとかで寝てる時にうなされとって、どうしたどうしたって、ティラノサウルスが、ティラノサウルスが、何したのって、ティラノサウルスと水浴びしおるんじゃんって言って、めっちゃおもろいで、うんとか言って、どうしたとか言って、チューしてんのって、うん、まだそこまで行ってないどこなんやろ、どういう風にしてんねんみたいな。何回もそれでうなされとって首長恐竜が、ジェシカパークの世界やろ。そう、あの時ほんとやばかった。で、起きて、すごい起きてからちゃんと話を聞いたら、あのね、脱皮を見たっちゃう。そう、脱皮見たんですよ。私がその皮を剥いでんの。そう、わーみたいな。いや、アホやろ。本当だ、アホやねん。本当だって。それで最後はね、あのでっかい鳥いるじゃん、うん、あれに捕まって、大空はとった、なんかね、なんで、これさ、滝があんじゃん、滝、それは知らんやん、分かるよ、分かるよ、分かるやろ、その分かる、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 おったお、ほんまに、やばい、マイワールドや。返事、いや、春菜よりはうましいんだよ。マイワなんで、うち普通遊びだよね。遊ぶの大好きやんな。そう、ダメ、遊ばんもダメっちゃうね。一番好きなとこ公園やもん。そう、公園大好き。何の子とか、マジ好き。もう中さんやけど、うん、高校生ちゃう来年。でもまだ死ぬつもり。そこ疑問じゃないよ。え、高校生だって公園ちゃう来年。するよ。行くよね。え、好きな人とかしたい一緒に。え、二人で鬼ごっこしたい。好きな人と、うん、おい、なんでしろってない。前はおかしいです。おかしくない。あんたまた変人だよね。変人2号や。いや、うちに変人、あの変わってる一番、うん、なんか明日の洋服とか着て寝る。そうしたマジ変。おかしい。なんだ、誰とジーパンで寝るんですよ。ジーパンで寝る。なんでなんでなんで寝ちゃうだろ。だってね、
ダメとかで言うの？そう、朝うちパジャマ、夜パジャマでパッと丸めたら綺麗にピシャッと決めて、おやすみとか言って、またそのまま寝るとって、うん、だって遅刻したらしょうがないやんとか言って、そう、なんか起きたら荷物持って持ってますみたいな。楽じゃない？なんか起きたらもう行ってきますみたいな。でも変わってね、めっちゃめんどくさがり屋やけど、うん、眠れないっていう時いきなり掃除しだしたりするの知ってた？そう、え、知らんって初めて知らんって知ってよ。ホテルでな、ホテルで同じ部屋やった時にさ、パッて目覚めたらなんかめっちゃ掃除しそうで物知りじゃない？物知り、物知り、そうか、無駄知識よく知ってるだって、うち春菜にいつもトリビアいっぱい質問する。もう前困るの、本当に飛行機とかいつも長崎だって春菜物知りも何でも知ってるもんで、席が AB とか座るじゃん。で、前がいきなり、ね、地球ってどうできてんの？なんでうちら立ってんの？なんか地球丸いけどさ、落ちるんじゃないの？もうそんな、でも春菜は何でも知ってるから、いや、ほら、聞いたら教えてくれるじゃん。大事にするべきやね、春菜のことは。うん、うん、だけん春菜ぐらいと思うよ、そんなあんた地球のでも春菜は見捨てるわけやん。まあ春菜ちゃんと説明してくれるよあのね、だから重力でなんとかかんとかみたいな忘れてるよせっかく説明してる重力がなんとかかんとかっ て, 言っていつも言ってるいつも言ってる、なんかなんか人間は人間には圧力がかかってるからそうそう、この前気圧の話してたして、例えばポテトチップスがあると膨らむんですよ。そうそうそう、めっちゃなんか面白いとか言ってリガのペースめっちゃ悪いね。悪い、意味が分からん、無駄知識やねんってやっぱり。だから性格やで、性格世話焼きやんな、結構みんなのなんか仕上げてると思う。あ、そうかもな、うん、嘘前の相手したったりとかしてるしな、うん、相手そうだい、マネージャーみたいな、え衝動買い多くない？え衝動買い多くない？多い、可愛いと思ったらすぐ買ってしまうから、お金の無駄遣いよく、あ、わかる、どんどん買っちゃう。本じゃない、漫画、あ、漫画来るね、来る、もうダメ、欲しいと思ったら全部買っちゃう。 あんまりもうお母さんに漫画買ってることあんまり言ってない。買ってないですよ部屋の中、なんか漫画喫茶みたいになってる仕事前、マジで遊び来て私の部屋とか言われるなんで私には漫画だらけ漫画だらけちょっとオタクみたいな忘れ物多すぎ、携帯いつも好き。私も最近老化現象が起きてるのもうそれは老化現象の人にしたらダメだってホテルとか東京で泊まってて、うん、次にまだ来た時にこんなでっかいゴミ袋出されて何かと思って全部春菜の忘れ物とかそう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 、めっちゃでっかいよね、そんな忘れたなみたいな。そうそう、やっぱ最近言うもんですよね最近前に最近言われる、指輪持った、携帯はって言われる。そう、春菜に絶対なんか忘れるしねだとか、あ、ごめんなさいってスタッフさんに謝るっちゃ似てる似てる似てるやろ、不満なん、不満なん、それが不満、わかった、気をつけるね、ちゃんと確認してんだよ、うん、前がやらさんやったのかつけんの、いっぱいある。もうなんかね、最初は頼りになるリーダーだったの。あ、いや、違う、いや、違う、一歩頼りになるけど、いろんなことが見えてきた、いたずら好き、あ、それは意外とそこが子供かも。なんでやん、なんでそんな言われない、秋一番子供じゃない、なんか、そうかもね、そうかもね、あ、おちゃん、これレストランとか行くよね、その時絶対その味噌汁とか飲み水に醤油入れたりとか悪いことすんねんな、ちょっとな、違う、それはな、ちょっと訂正、それは秋だけじゃないやろ一致団結するやん、4人が絶対そうやな、いつもするよね。でもその初めは秋じゃない、うん、ほら、ま、ほら、ほら、そうか、そうや、関するというな、いたずらできない秋に、うん、分かりやすいもん、なんか秋の水とかに何か入れたらミオリがもう目ピクピクしてミオリミオリ嘘つけないよねやってるから、あ、もうなんか入ってるなと思うあ、でもやっぱり頼りになるよ、頼りになると思うやんか、うん、でもさ、秋といつも二人上やねんけどな、うん、シャワー出されへんねんこの子、わかる、だってあやシャワー出してって言って、あやがこう調節して入るから、だからあやなんか用意とかしててもいちいち風呂場行ってシャワー出してあげないといけないんですよどう思いますこれ、ほんまに。そう、あとこういう衣装とか着てたらあや脱がしてってこうあやがいつも引っ張っていつもそう、私にこうやって足の上げて靴下履かせてってお嬢さん、ほんまに、それで私は早いっつってこうやって、違うやん、絶対全部訳があんねん、この辺のきつい服とかさなんか手入れもそうなの、靴下の絶対そういうのがある。シャワーはすいません、出せませんシャワーまず出せないです、あのなんかこういう40度とか30度とかそれでオン
盛り上がるよね、うん、いつも笑ってくれるけんね、うん、そう笑ってくれるけん、ね、おもろいもんみんな。ゲラやったっけ、こういうのゲラめっちゃ笑ってるな、一人笑ってるやんな、うん、もうね笑ったら腹筋使うで、君らとったら腹筋使う、腹筋つくもうその笑い方が面白い、もう髪の毛こうなんだって、もう一人床にこんなこんなもんデートできる。あ、5人とか揃うとマジで寝れないんですよ。もうほんとおしゃべりが続く。1個の部屋に集まるから、うん、最近も遊びとか発明してない、みんなでジェスチャーゲーム、めっちゃ面白かった、あれやばい。なんかマイがお題を出してベルトを作れ、ね、2人目こう分かることになそうそうそう、ベッドがベルトを作れとかいう2人組になってこうマイが後ろに立って2人が当てるで、2人がジェスチャーゲームするじゃんね。そうそうそう、でなんかベルトと秋と相反ってな、あるのがこういう穴を作ったから、秋がこの秋がここの部分やってて、で秋がこう入ってて、あとそこだったの。そうやね、分かってないやん。入ってこう入ってんな、ちゃんとここちゃんと秋抜き通り抜けて、で2人でベルト、そうベルトやからってこうくるくる回ってんねん。ベッドの上をこうベルトそのままにならないとダメなの。結構みんな遊び好きやんね、うん、またやろう。いいよ。本当に最後まで見ていただいてありがとうございます。みんなの素顔が映っていてすごい、本当みんなが言うように何回も見て楽しめるので、ぜひ何回も見てみてください。この DVD は5人の個性とかあと魅力とかがすごいたくさん詰まった一枚になったと思います。いつまでも楽しめると思うので何回も見てください。スイーツの素の顔がすごくたくさんいろんなところで見られるし詰まってると思うので、うん、何回見ても笑えると思うので何回も見て楽しんでください。はい、はい、この DVD は一人一人のことがよくわかる DVD なので、また見てください。今回こうして海外へ来て、まあ、学すということで、みんなもすごく弾けていてですね、本当に素のスイーツだったんじゃないかなと改めて思うんですけど、まあ、DVD を見てそれを感じ取ってくれてるはずなんですが、まあ、ちょっとあまりにもはしゃぎすぎて皆さんのイメージが崩れてないことをお願いたいと思います。でも本当にすごい楽しい DVD になってるなと思いますので、皆さんよかったらまた何度でもご覧ください。本当に最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ということで、スイーツでした。